まあ、明らかに今回はなんかもう一方ゲストがいる風の。あ、そうだね。そうよ。誰が来るの？誰やろ、今日来てる方いるのよ。誰かしら。じゃあ呼んでみる？せーのです。そうだね、せーの、いらっしゃい。こんにちは。映ってる。でも近くに私背が高いの。もう明らかに、いや、いい、もう今のも面白い、今のも面白い。でもいいね。こんにちは。うわー、さすが。いや、もうあれちゃんのお母様、お母様、マミー、アスマ様でございます。マミー、はーい。はいじゃないよ、今日一緒に来たんだ。今日はまあせっかくなアスマさん来てもらってるから、私たちでは普段話せへんことをちょっと聞いてみたいなと思う。そうね、なんかロシアのことって言ってもさ、なんか最近のことしか知らなかったり、そうそうそう、ネットで書いてることしか知らないから、まあそれらのこととかね、そうよく聞かれるけどさ、もうだってどう見てもいろんなこと経験してるように見えるやん。いや、でも最近ちょっとだけね、報告したいんですけど、うん、ちょっとだけおっぱい大きくなってきたんですよ。あ、もう前に似てきたかな。そう、ちょっとだけ実は大きくなってきて。そういうこと、私が嬉しいよ。ちょっと待って、やっぱり私の頬に、私の遺伝がね、だんだん染まれてね、染められてってどういうことよ。染められて、ね、喜ばしいことよ。そう、もう私の方が喜ぶよ、彼女はより。おかしい、それは。もうちょっとわーって眠り上がらないと。ほんだよ、もっと喜ばんと。ちょっとでも聞きたいんですけど、それロシアってやっぱり一番大きな何かがあったっていうのは、やっぱソ連が崩壊した時すごい大変やったなと思うんですよ。その時はロシアに住んでましたか？ロシア、ソ連。そうね、モスクワだね。モスクワに住んでたんですね。私たちは日本で育ってるからさ、ソ連の時代って言ったらみんななんか怯えて、なんかいっぱいなんかこう捕まえられて、刑務所にちょっとでも悪いこと言ったら刑務所に送られる、いっぱい人がみんな殺されて、怖いわーってイメージがあるの。あ、ま、そんなことはない。なんかみ、なんかこう、あの人悪いことしたから多分殺されたでみたいな、そんなのはあまり。それは私の時代じゃないよ。それはスターリンの時。スターリンの時か。私はもうそれは触らない。それはちょっとごめんなさい、私ラモス時生まれてて言わない。私たちからしたらソ連はもうずっとスターリンみたいな、私もずっとイメージ、そういうイメージが日本人はみんなあるから。私もその時ずっと皆さん生まれてじゃあ全然やっぱ違うんだ、そのスターリンの頃のソ連とその後のその全然アスマさんの時代のソ連とはやっぱり全然違う。そうなんだ。だからなんかちょっと不思議だったね、ずっとそのソ連のな、なんか私たちはもうすごいもう何人も殺されて大変な感じって思って、あれやけど、うちの親とかもやっぱりソ連時代の話するときめっちゃ楽しそうに話すね。あの時はね、こういうのがあってこうこうでっていう感じで、みんな楽しそうに話すから、やっぱ実際に住んでそこにいるのと聞いて歴史で学んで、そうやっぱ分かるのとも全然違うなと思う。実際は私はやっぱりそこで言ったから、まあ今の話してるのは実際すごい話。やっぱり着るものとかね、例えばアストリアとかビオグラド、ソ連 の近い友達あったでしょ、その国が、ポーランドとかね、だから靴入ってくるでしょ、その靴はすごい難しく買うよね、少ないから。あの資本主義陣営の服とか靴をなかなか手に入れない。2時間経ってて、でお母さんが靴買ってくるね。で私がその靴ね、学校行くでしょ、脱いで、学校まで行く。はい、服装肌なしで。もったいない、汚れたらもったいないから。ね、やっぱりね、使いすぎたらね、すごくダメなんでしょ、うん。でね、学校に入る前に洗ってて、してその靴着て、でみんなの前にその靴、靴はね、白くて、私今でも思い出す、その靴が、柔らかくて、生地が、そんな喜びだったんだね。あんな喜びね、もう信じられないぐらい。で私たちからしたらさ、もう物がありすぎてさ、買っても嬉しくないよね。そう。プレゼントもらって、嬉しいんやけど、すぐ終わりでしょ。もうすぐもう1日2日でも飽きるんよ。いやでもやばいかも。だってパソコンとかも普通に手に入れたけど、瞬間だけ嬉しいでしょ。瞬間だけ、あとは終わり。私たちはずっとでね、その靴がね、またね、その靴がね、
もう使いすぎてね、中のね穴がちょっと開いてきたよ、うん、その穴の中でね、ここの中あのプラスマスからプラスチックからね、からねビリされるでしょ、うん、でだんだんだんね、アイシーのねそのタコができてね、うん、それでも我慢して痛いタコで結局痛いタコ痛いよアスマさん語が面白すぎて痛いタコ痛いタコものすごいでね、ね、あの、あれなんですか、なんか、なんか、ね、なんか、ぐのいぐのいかけた。あ、海。海ができた。それでもね、我慢して、結局その海で血までね、バイキン入ってて、病院連れて切ったよ、その出すためにね。それほど大事すぎて、もう穴が開いても何がなってもそうね、で、本当にね、服もね、例えば靴下とかね、すごい靴下って、オーストリアの靴下、うん、あれもすごい1年間履いてくる。で、その靴下着るでしょ。で、その靴下じゃなくてストッキング。そのストッキングがね、すごくここにね、あの、キリンのなんか飾り物、飾り物じゃなくて何ですかね、AAA みたいね、なんかあって、うんうん。で、例えばあれ破れるでしょ。私、その日、面白かった。毛が、私の毛、あの、髪の毛ね、すごい短いから、お姉さんの毛が長いでしょ。髪の毛が長かった。で、一つ毛じゃないって言ったら、出さない、出ない。私にあげないよ。あ、くれないの。くれない。お姉さん。それのね、いいとこ来るね。毛で、針通して、見えないように穴が。毛で、糸が。糸だとしたら見えるでしょ、それ。あ、そっかそっか。毛だから全然見えない。そうなんだ。そっか、特にこういう毛とかやったら、より見えないもんね。で、色も。でね、こういう取ったらね、全然もう穴があったみたいな感じもないかった。でね、お姉さんが全然その毛がね。ケチだったの。毛じゃなくて。毛をくれない。毛じゃなくて毛あげたら、まあ、子供でしょ、毛あげたらね、そこなくなるとか。あ、これ一本で剥げると思ってたの。いやでもまあそれ一個あげたらもう一個欲しいって言うだろ。何回もみんなにあげるとなかんくなるから。結局、彼女もね、知らないなんかしてるでしょ。剥げるやや違う、私参加してるでしょ、結構なんかその時私もね、チュルーでバーって言うんですよ。これが追いかけてで、追いかけてね。今私がね、一番面白いのは13歳の時ね、うん、田舎生まれや、すごい田舎で、でそこにあの田舎の中ですごいショップセンターあるよ。あのショップセンターはものすごいちっちゃくて、でテレビとか一つのテレビ置いてて、なんか一つのなんかあのなんかちっちゃい田舎だ。でそこにテレビ売った時あった、ロシアのテレビで13歳で、ニュースがすごい流れるでしょ。アメリカすごい悪い、あれは悪い、そこ貧乏がすごい、カピタリズムとかなんか悪い、私たちは幸せな国に生まれたんで、もちろん私たちもずっとその思った、いやアメリカ、いやよかった、あニュースでそんな感じだから、そうだから、それ見てそれ生まれてよかった、私は幸せな国で生まれた。日本でもよくあるよね、でもそれなんか外国 の、ね、あの貧乏な子たちのテレビとかを見せてさ、あ私たち日本に生まれてよかったって思うやん、それと同じ感じやった。日本はまだやっぱり違うけど、やっぱりオープンでしょ。例えばあの北朝鮮みたいに今ね、私たちもすごいそのプロパガンダあったよ、で私が今覚えてるよ、もちろん13歳で、でそのニュースの中で流れた、今でも覚えてるのは日本がソ連の流れるニュースで、で日本ではニュースが、まあ、伝えてくる、日本は発音時計、テレビつけてる時計が販売してる、で私たちは、でそれ見せるでしょ、私たちの目がこれよ、みんな止まっただけ見てるよ、すごい、カシオのなんかかな、あったよね、あれは1983年か2年か、だからロシア人って日本の時計みんな欲しがってたんや、でめっちゃ、だからあのね、今何を私たちには言ってもロシアにね、だからロシアは一番最高の国に言っても、うん、やっぱりあれ見てたらね、人間って知らないものね、あの、あすごいって思ってること、やっぱり一回でもね、触ってみたい、新しいもの、ね、に興味を持って、そう、興味がやっぱり知らない人間だから、で私がそのニュース見てて、でもって自分の中で、わぁ日本に行ってみたいよ、日本で住みたいよ、あの言葉はやっぱりあの運命の言葉だったかもしれない、あのテレビの中で見た日本を、そうだからもうどんなプロパガンダ見せられてどんなこと言われるよりも、あれ思い出す、あの実際に何かすごい日本の製品を映した時の目の覚め方がすごかったってことね、すごかった、
19歳、私20歳ね、すっごい純粋、もう本当に女の子とも付き合ったことない。で大学で純粋な子だったの。バージンって言うへんのちゃんと言うの本当に童貞って言うじゃん。童貞です、チェリオン。だってアレちゃんのお父さんの童貞をここでバラしていいものかちょっと悩む。これはあまり童貞でもう普通に言ったら